超面白い、くだんねえダサくなんすよ。これ両立するんです。子供騙しの塊みたいな映画なんですね。こんないいマリオは見たことがないっていうかですね。スーパーマリオブラザーズのですね、映画ですね、ザ・ムービーですね。これね、僕も印象が2つあってですね、1つは超面白いんですよ。もう1つがくだんねえダサくなんですよ。でこれ両立するんですよ。なんでかっていうとね、映画として見たらもう60点なんですよね。映画になってないというか、そりゃね、批評家がね、もうけなすのは分かります。映画として見たらなかなかもうイルミネーションズというスタジオのダメなところを煮詰めたような、本当にストーリーも意外性も何もないような話なんですけどもですね、観客に甘えたキャラクターのですね、このキャラはこういうのですよ、ほら魅力が出てますよ、お子様たち大喜びでしょうという子供騙しの塊みたいな映画なんですね。これがその映画として見た場合なんですよ。ところがマリオとして見ると、こんないいマリオは見たことがないというかですね、僕らが頭の中で考えたマリオっていうのを丸々実写化してくれるから、なんでしょうね、なんだ、ハリーポッターを読んでた人がユニバーサルジャパンのですね、遊園地のですね、行って、うわ、これ全部これ作ってくれた、ホグワーツ作ってくれたんだっていう感動あるじゃないですか。あれにすごい近いんですね。マリオとして見たらすごいレベル高いんですけど、映画として見たらちょっとこんなもん箸にも棒にもかかんないよなという感じなので、どっちのモードで見るかなんですよね。だから僕はもう行ってよかったと思いますし、昔マリオのゲーム好きだった人は行って見物した方がいいです。見物とか体験した方がいいです。映画を見るとか姿勢になるとなかなか腹が立ってきますからですね。な感じだと思います。